9安打1本塁打2得点、阪神8安打0本塁打8得点。なぜなのか？細川個人軍。おかしいだろこれ。四球は何個ですか？言うてよ四球、阪神1中日4。打ち方はなんとかなってるんだよな。立浪マジックや。得点圏なったら相手が本気で来るから打てないだけやろ。チュニドラマジックよ。点を取れるように見せかける攻撃がいくつかある。去年の得点力のなさですら大概だったのに、それをさらに下回ってくる立浪さんの手腕はすごいわ。しかも守備と走塁を犠牲にして、これもう力が出てないんよ。栄養足りてないんちゃうか。エラー含む13出塁で本塁打なし、妙だな。どうせ強打の差やろと思ったら中日の方が多いじゃん。なんやこのマジック。落合が言ってただろ。監督変わっても1年は前の遺産でなんとかなるって。遺産がなくなった結果が投手と守備が崩壊した今や。今日の中日は大山は歩かせていいやろ。組みしやすい佐藤勝負屋で佐藤にボコられた。村松がエラーしてなければ展開が少しは違ってたんだろうね。立ち直りかけてた枠井2回で下ろしたのも草しかも代打かと打って。しかもといないのにボコられるのはいかんでしょ。これ半分ふざけてるだろ。ダンプロみたいなことしてる阪神がホームラン打ってるうんちに勝つとは。打つだけならなんとかなってるな。点に絡まないだけや。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。